どうも、ゆたかです。今回はこちらにかかっているデニムのオーバーオールの紹介と、このデニムのオーバーオールを使ったコーディネートっていうのを、全部で3コーデ組んでみたのでご紹介していきます。あとは商品紹介とコーディネートを紹介した後に、どんなサイズを選べばいいのかとか、どういった色を選べばいいのかっていうのも、ご説明したいと思っておりますので、ぜひ最後まで見ていただけたらなと思います。あとは、これからオーバーオール欲しいっていう方だったり、オーバーオールの夏の着こなしあんま分かんないっていう方にも、ぜひ参考になればなと思います。はい、それでは早速紹介したいと思います。僕が購入したオーバーオールはこちらでして、リーのオーバーオールですね。こちらはZOZOタウンで買ったんですけど、僕オーバーオールってオリーブとちょっとブラウンっぽい感じのは持ってるんですよ。でもこういったその定番のデニム素材のオーバーオールは持ってなかったので、今回購入させていただいたんですけど、デニムのオーバーオールってその、定番なのでずっと使えるかなって思ったのと、年取ったらもっといい感じに着れるんじゃないかなって思って、こちらを購入しました。価格の方はだいたい1万4000円くらいだったんですけど、ずっと着れるっていうことを考えたら割とコスパのいい買い物だったのかなって思います。サイズの方は M サイズを購入したんですけど、僕自身173くらいありまして、それで M でもちょっとゆったりするくらいかなっていう、サイズ感ですね。ちょっとレングスが長めなのでロールアップしたりだとか、ボリュームのあるスニーカーだったり革靴とかを履いて、その裾を溜めてあげる着こなし方が、これはかっこいいんじゃないかなって思います。あとはディテールを簡単にご説明しますと、こちら前の方と、後ろの方にロゴがありますね。あとはインディゴに対しての白ステッチが個人的には結構可愛いかなって思います。ボタンだったり、こういった取り外しとかサイズ調節ができる金具っていうのが、少しくすんだ感じの色になってるので、ヴィンテージ感があって個人的には結構好みですね。こちらの方も、概要欄にリンク入れておきますので、気になる方は、ぜひチェックしてみてください。はい、ということでこちらのオーバーオールを軽くご説明させていただいたので、お次はコーディネートの方をご紹介したいと思います。それではどうぞ。はい、1コーデ目はこんな感じで白 T にオーバーオールを合わせて、その上からブラウンのオープンカラーシャツを羽織ったコーディネートですね。こちらのコーディネートは帽子の方もデニムのハンチングをかぶっているので、結構ワーク感が強いコーディネートなんですよ。なので、足元にその革靴を履いてあげて、ちょっとクラシカルな要素っていうのを足してあげることで、カジュアルすぎな印象っていうのを抑えています。あとはコーディネートに白を合わせているんですけど、白を合わせてあげることで清潔感っていうのだけではなくて全体の色っていうのを映えさせています。はい、続いては2コーデご紹介していきます。それではどうぞ。はい、2コーデ目はこんな感じでデニムのオーバーオールに柄シャツを合わせたコーディネートですね。こ
ちらのコーディネートはナチっぽさを出すために足元はサンダルを履いています。こちらのコーディネートでは暗めのオーバーオールを着ているっていうのもそうなんですけど、オーバーオールって胸当てとパンツ部分が一体化して見えるので全体的に見ると面積が広く見えるんですよ、まあ、なのでトップスに柄物を持ってきたりとか、まあ、色物を持ってきたりしたとしてもその、まあ、面積が広い分そういった派手さっていうのを抑えることができるんですよ。なので派手なトップス1枚で着るのに飽きちゃったっていう方とか、派手なトップス合わせるのにパンツがいつもワンパターンになっちゃうっていう方は、まあ、こういった派手さとかも抑えてくれて新鮮さも出るので、まあ、個人的にはかなりおすすめな着こなしですね。はい、それではラスト3コーデ目ご紹介していきます。どうぞ。はい、ラスト3コーデ目はこんな感じで、着なりの T シャツにデニムのオーバーオール合わせたシンプルなコーディネートですね。トップスの方はユニクロ U のクルーネックを着ているんですけど、無地 T にオーバーオールを合わせただけの結構シンプルなコーディネートではあるので、大人っぽさを出すために帽子はハンチングを合わせています。足元には古着で買ったナイキのコルテッツを履いているんですけど、ソールの方が少し黄ばんだ感じに見えるので、トップスは白ではなくて着なりを合わせたっていう感じですね。あとは革靴を履いた方が全体的に綺麗に見えるかなって思ったんですけど、あえてスニーカーを合わせてあげることでカジュアルなコーディネートに見せています。はい、ということでデニムのオーバーオールを使ったコーディネートっていうのを先に3コーデご紹介させていただいたんですけど、いかがだったでしょうか。まあ、あとはオーバーオールを選ぶ上でのポイントっていうのをこれからご説明していきたいと思います。オーバーオールを選ぶ上で重要なポイントは2つあるんですけど、1つ目がサイズ選びで、2つ目が色選びですね。まあ、お先にサイズ選びの方を簡単にご説明させていただきますと、オーバーオールはジャストサイズで着るよりかはワンサイズ大きめを選ぶのがおすすめですね。まあ、オーバーオールってそのオールシーズン使えるアイテムではあるので、まあ、秋とか冬とかだったら、まあ、そのスウェットとかニットとかそのパーカーとか着ると思うんですけど、まあ、そういったアイテムを着た時にその窮屈にならないので、ちょっとジャストよりかは、まあ、ワンサイズ大きめを選んだ方がいいんじゃないかなって思います。色選びに関してなんですけど、最初にオーバーオールを買うのであれば、まあ、こちらにかかっているようなインディゴだったりとか、まあ、ブラックとかは割とおすすめですね。まあ、色物ってなるとその僕最初にオリーブとかちょっとブラウンっぽい感じのを買ったんですけど、まあ、合わせるのが結構難しいんですよ。まあ、なんでかっていうと、まあ、その先ほども言ったんですけど、まあ、パンツ部分と、胸当て部分が一体化して面積が広く見えるので、ちょっと派手すぎる感じの印象とかも色物だと出ちゃいますね。まあ、なので着回すっていうことを考えたら暗めの色の方が使いやすいんじゃないかなって思います。オーバーオールって古着とかだとだいたい5000円くらいで買うこともできるので、ちょっとお金ないなっていう方は、まあ、そういった感じで選んでみるのもありなんじゃないかなって思います。あとオーバーオールは結構合わせるのが難しいって思われがちなアイテムではあるんですけど、まあ、基本的にそのご自分が持っている靴だったりトップスには何にでも合うので、まあ、割とその、まあ、定番なアイテムだからこそ、まあ、コーディネートの幅っていうのも広がるんじゃないかなって思います。シンプルなトップスを結構持っているっていう方だったりとか、まあ、コーディネートの合わせ方がワンパターンになっちゃうっていう方は、オーバーオールは割と新鮮味が出るので個人的にかなりおすすめなアイテムですね。はい、ということで今回はこちらにかかっているリーのデニムオーバーオールの紹介とコーディネートっていうのをご紹介させていただいたんですけど、いかがだったでしょうか。まあ、オーバーオールはその
オールシーズン使えるアイテムではあるので、まあ、今回その夏のコーディネートの紹介だったんですけど、まあ、次は秋とか、まあ、冬とかにもそのオーバーオールを使ったコーディネートっていうのをご紹介したいと思いますので、ぜひ楽しみにしていてください。こんな感じで僕のチャンネルではアイテムの紹介だったりコーディネートの紹介だったり服のリメイクなどもアップしておりますので、ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。あとインスタグラムとツイッターの方もやっておりますので概要欄に貼ってある URL からフォローの方よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。